チャオ、あっちゃんです、今日9月26日月曜日、光がね、第9で寮は中学校行ってんけどね、今日第9であっちゃんと2人お昼ご飯ね、天一のラーメン食べに行きます。即位しました。寮がいてるとね、ラーメンいらんねんっつって、もうラーメン食べられへんからね、光と2人きりやから、2人きりの時やったら食べられるから、じゃあ行こうかっつってたまにはいいしね。寮がいたらすごい嫌な顔すんのよ。ラーメンいらん、ラーメンいらん言うて、で無理やり入ったらすごい嫌やから、なんかかわいそうでね。でもチャーハンとか食べたりすんねんけど、美味しいのは美味しいって言うねんね。でもなんか嫌やって、だからいつもねラーメン屋行かれへんから、こういう時しか。であっちゃん一人でラーメン屋さん入るの苦手やから、ヒカルと一緒にラーメン行ってきます。はい、ちょっとね、最近疲れてんのもあるしね、だから天一のねこってりはスタミナたっぷり、高タンパク低カロリーで、コラーゲンたっぷりで美容にもいいしらしいしね、元気にもなるしね。ってことで、そういう感じで天一行きます。はい、で天一の帰りにドン・キホーテでも寄って、ヒカルとねちょっとお買い物してかどうかな。ヒカルと何食べるの？天一ラーメンだけでいいの？ラーメンだけでいいの？ラーメンとチャーハン、チャーハン、そんなの食べるの？と餃子、ラーメンとチャーハンと餃子、そんなにも食べられる？そう、いつも残すやん、ラーメン。え、残してないね。残してるよ。はい、ネイルまた、ネイル変えて塗り直そう。いろいろね、やってるとすぐネイルが剥げんねん。そう、ジェルネイルのキット買おうかな。いいよってなんかみんなが言ってたからね、アマゾンで売ってた、しっぺ見てみよう。今週ね、水曜日大阪行くよってみんなにライブで言っててんけど、なんかすごい雨っぽいね。どうしようかな、大丈夫しようかな、迷ってんねんけどね。昨日天気予報見た時はなんか天気良かったんよ。だから水曜日行こうと思ってたのに、今日朝から見たら天気予報崩れてんねん。ダメじゃん天気予報。最近ね、左目の調子が悪くて、焦点が合わへんくなって、無理よけ肩こりしたりとか頭痛したりするみたいだけどね、もういかんなんだけど、眼科すごい待たされるしね。眼科じゃなくて何かかな、なんかいろいろ分からへんね。調べたら鉄分不足で目がなんかあれ、見えにくくなるとか書いてあったりもするし、肝臓弱ってきたら目が見えなくなるっていうのが書いてあったり、で片目だけかすんで焦点合いになったら網膜剥離疑いとか書いてあるし、怖いこといっぱい書いてあるんで、まあね、子供を守るためにはちゃんとね自分の体を守らなあかんのも分かってんねんけど、はあって感じで、なんか改造してる。
天一はね、桜井市隣の町まで行かないから15分ぐらい走るんだけどね。田舎に住んでたらね、ないのよ。いろいろね、食べに行くにしても、買い物するにしても、ちょっと車で走らんだからね、車がないと生活ができへん。楽しみね。そろそろ行くわ。後ろも開けるからな。ちょっとマシになると思うけどね。なんかね、光が車の匂いで酔いそうになるとか分からんでもないになっちゃいませんねんけどね。だから窓開けるから。少ないし走りやすいね。閉めんの？トンネルやから窓閉めてる。意識ははっきりしてんのに体が動かれへんかって、で疲れてんのかなと思ったりもするけどね。疲れてるしかまだホルモンのバランス崩れてんのもあのかもわからないけどね。病院検診まだ当分ないから、途中で行ってもいいねんけどね。見てもらっても血液検査してもらってもいいねんけど、すごい咲いてんね。綺麗ね、これ。綺麗ね、けど昔ね、綺麗から積んで帰ったら、お母ちゃんに怒られて、これ、手腐ればない。こんな触って手腐るでね、って怒られて。ヒガンバナ綺麗やね。お母ちゃん好きやね。なんで手腐ればないって言うんだろう。あの、あこにほら、赤い花やろ。どてっと。あの花な、手腐ればなんて言って、触ったらあかんってばあちゃんに言われて。手腐れてる？手が腐んねんって触った。
腐らへんけど。毒とか入ってるはずだよ。毒ないはずやで。昔はな、お墓とかに押さえててって。咲いてるこの辺、日がまだ綺麗な。ああ、最高の峠までよくやるわ。道から行きます。いいよか。いいみたい。コンビニ行くめね。しかったけど、道好き。ダメだよ、結局やるから、ね、何よりとね、あくびしながら喋るなんてね、はい、天一食べたらね、元気になれるかなって言ってね、うん、今の時間っていっぱいかな、な、これ聞いてる？iPad でね、イヤホンしながらなんか動画見てんねん。
エンジン止まんねんね。あんな頻繁に止めたセルモーター壊れへんのかな。セルモーターすっごい負担かかる気がするけどね。でスタートモーターね。ちょっともねアイドリングストップの車はダメない。そっちを心配してしまうし。信号結構混むな。左曲がったらもうすぐやねんけどね。今日すっぴんで来てしまった。まあいいや、別にラーメン食べてドンキ行くだけやもんね。最近なんかだんだんいい加減になってきてる。信号は青になったけど動けへんがな。なんでそんな混んでんの。なんで直進動き出したら何やってやろ。そうなんですよ。でもそっちほら右折レーンあるやん。何やってやろな。なんか変な場走ってる。何あれ。なんかね、変なバイクなんか車なんかわからん変な車やつ。見たら悪いかもしれんけど、ダサい。ダサいな。なんかかっこ悪かったな。見えてきました。結構お昼ご飯食べる人で多いから混んでたりすることあんねんね。天一は今の時間も12時17分ちょうど食事時やしな。いや駐車場いっぱいやん。空いてる空いてる。
見よ。ではラーメン食べ行ってきます。